ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドル堂ラジオ、私たちの歌を聴け。皆さんどうも、こわかみなとあかです。しまーす、ホロライブ2期生大空すばる、みなとあか先輩と BFF の桃鈴ねるです。アティシの BFF の大空すばるです。私の BFF のみなとあかです。自分で言ってるの。違うか。ちょっとそれは違ったな。違うか。まあでもね、いいんじゃないですか。みんな BFF ということでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。この番組はホロライブのプロジェクトであるホロライブアイドルプロジェクトから、毎回メンバーが交代しながらパーソナリティを担当して、アイドルには欠かせないスキルを学んでいくという番組です。わー。今週も、BFF ネギユのアティシー先輩とスバル先輩とネネの3人が担当します。イエーイ。BFF 圧を感じるんですけど、なんだこれは BFF 圧すごい。 BFF を連呼することで物理的に距離を縮めていこうっていうパワープレイです。季節的にはですね、皆さんなんとバレンタイン直前なんですね、今。あ、そうですね。なんでバレンタインチョコを2人にも渡しますね。イエーイ。待ってる。あつし先輩はなんかチョコレート作ったりはしないんですか。適当に売ってるんじゃないよ、こっちにさ。西の姉子を答えてやってくださいよ。どうしよう。買います。手作りじゃないの。タレントも手作りで作るの。だってチンするだけだよ。溶かしてまとめてチョコレートチンすればいいよ。愛情込めてね。どういうこと。チンしたらだってドロドロになるよ。それを固めるってこと。そうスライム型チョコレート。おめえチョコレート作ったことねえな。さてはスバルとか喜びそうだね。スバルはですね、嬉しいですね。スライム型、あてしが作ってくるってこと。ね、スライム型めちゃめちゃでいいの。なんかぬめぬめでいいの。いらねえ。顔描いとくよ、顔ちゃんと。スライムの顔描いとくから。そこが問題じゃねえわ、そこやっぱバレンタインが来るとチョコ戦の誕生日が来たなと思って。あ、そうだね、確かに。やっぱりチョコ戦のレッドカーペットを見るというのが毎年あるそれだ。あ、今年もあるそれでしょ。チョコ戦のレッドカーペットを見るでしょ、みんなあのスーパーチャットあれ見れるのかな、今年も。今年もね、毎年あるのかなと思ってワクワクしながらなんか見に行っちゃうんだよね。去年見たわ。あれ見たよ、レッドカーペットやってたよね。やってた。あの新しくなったチョコを見てって言って、こうどんどん近づいていったらあの胸がナーフされてるっていうめちゃめちゃ面白かったいや今年はね、やるんだったらスバルもね投げてみたいと思いますね、初めてスーパーチャット。あ、いいね、レッドカーペットに名を連ねる。そう、名を連ねたい。それいいな、それいいな。じゃあ今年のバレンタインはチョコ先生のレッドカーペットにご期待ということで。ご期待はーい、レッドカーペットになるんだ。いきましょう。はい、ホロライブアイドル堂ラジオ、本日もはー、私たちの歌を聴け。ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドル堂ラジオ、私たちの歌を聴け。改めまして、みなとあかです。大空すばるです。そしてももすずねねです。ということでね、ちょっとフリートークをしていきたいと思うんですけれども、そうだね、何の話する。どうする。なんか盛り上がらないと、やっぱドッとならないと。なんか盛り上がる。え、何アクア、2本目もう話題なし、もしかしてもうない。あの1本目はあのスタッフさんがカッコでいっぱい書いてくれたんだけど、あの全て使い切ってしまうという。全部使っちゃったからさ。あ、ちょっと見かねたスタッフさんが、最近どんなメッセージを送り合ってるんですか仕事以外でなんか送った。えー、
の？そう。え、待って、だってネギユーのグループ、サーバーが、ネギユーのさ、仕事を3人のところってさ、いつ以来よ、動いたの。今でも覚えてるけど、最初、じゃあネギユー組もうってなった時に、うん、スバルとアクアは同期だけど、ネネチがめちゃめちゃ後輩で、ネネチがすごいビクビクしながら会えてきた、覚えてる。あった、名前こういうの、どうですか。そうでも慣れたでしょ、ネネチも。ね、慣れちゃ、慣れた。慣れたでしょ、うん、最初やっぱ、うん、超仲良しだし、うちら BFF だし。そうそう、BFF だし。でも最初ちょっとやっぱ怖かった。いや、最初はそりゃもうビビったよ。すごい先輩だよ、よくよく考えると。そうだね、やばいと思って入ってた。どんくらい離れてんだ、何年、2年3年2年2年ぐらいじゃない。2年ぐらいだ。ほら、2年。大先輩だよ、高校で言ったら高1と高3だよ。部活でしたらやばいよ、それ。これすごい、やばいよ、アカもうデビューから4年ぐらい経ってることになる。いや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 、ほんとだよ、ほんとだよ。え、でもさ、そう考えたらさ、高校とかさ、高3の先輩とかちょっと怖くない？うん、怖いよね。そうだよ。怖いよね。え、だから逆に言えば、もっと先輩マウント取ってもらっていいんですよ。あ。あ。何でもしますよ、自分。おい、ねね、スポーツドリンク買ってこいよ。ちょっとこれリアルすぎてダメだ、ちょっと。なんかわかんないんだよな、マウントか。そういう意味で言うとね、2人はすごいフレンドリーで、いや本当にいい先輩だよ、なんかネタとかじゃなくて。てこの空気のままメールを読んだらいいんじゃないでしょうか。メールください。はい、ラジオネームウッチーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。え、ネギユーの皆さん、ごきげんよう。ごきげんよう。え、ネギユーは全く目が合わないアティさんと、アティさん、アティさんと目を合わせたいネネチ、それを見守り空気を読み、この時刻をマイルドにしてくれるスバルちゃん、うん、この、独自の空気感が、噛めば噛むほど癖になり、とても大好きです、うん。2022年もそんなネギユーの活躍をもっと見たいと思っているのですが、ネギユーとしてやりたいことや目標って何でしょうか。おお、これ言えば叶うやつじゃない、もしかして。そうだよ、だってさ、コーナーも出たしね、できたし。そうだよ、ずっとネギユーのコーナー欲しいって言ってたもん。なんだ、超ビッグなやつ言ってこいよ。まあ、スバルとしてはアクアとネネチが目を合わせられるようになるというところです。小さめだな、目標。2人でも会話ができるというところですね。え、もっとでっかいやつ行こうよ、でっかいやつ。でかいやつ、はい、はい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 、思いつきました。はい、どうぞ。私はやっぱアニメのエンディング歌ったじゃないですか。うんうんうん。ちょっと劇場版のなんか歌わせてもらえますかね。劇場版劇場版、じゃあオープニングがいいの。劇場版主題歌。おー、すごい、歌わせてください。かっこいい。劇場版か。あ、じゃあ、はい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 、ねねじ、3人だけのお揃いの衣装とか欲しい。いや、欲しい、欲しい。欲しすぎる。それは欲しすぎる。え、しかもさ、ちょっとさ、あのパフュームみたいにさ、若干違う感じにしたよね、みんな。あー、そうね、そういう感あるけどみたいなね。あー、欲しい。そうそう、個性で欲しい。欲しいな、欲しいよ。新しい振り付けも欲しい、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 欲しい。アミューブさんみたいな可愛い振り付け欲しい、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 欲しい。これやりたいことや目標だけど、単純におねだりになってるけど、目標決めよう。ま、目標はそういうことができるように頑張るということで、やりたいことありますか、皆さん。やりたいことか。やりたいこと3人で。うん、もっとどっか遊びに行くとかどう。いいね、キャンプ行きたい。キャンプ、ね、あ、キャンプ行こう。キャンプ行きたい。生きていけるのかな、キャンプ。キャンプ行こうよ。え、あのかまど風呂とかすごい楽しいよ。かまど風呂。
アクアなんかもう死にそうかまど風呂でなんか揺らっちゃってテントの中から出れない気がする。いや私先輩って、私温泉嫌だ、温泉なんかさ嫌なんだよね。温泉ダメなの？大浴場の温泉が嫌なのだから、 お風呂ついてるさあのお部屋にしてお願い。あ、そうなんだ。あ、それなら入れるの？お風呂ついてるお部屋なら入れるの？そう、お部屋のお風呂だったら入れる。じゃあアティシ専用ドラム缶風呂を用意して下で3人でギュウギュウ詰めて入ろうよ。じゃあいいじゃんいいじゃん。なんだよ、ドラム缶ついてやけどするだろ。あれね、ドラム缶風呂入ったことあるんだけどね、うん、触っても熱くないんだよ。あ、そうなんだ。そう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 。え、じゃあ割と触れても大丈夫な、まあ当たり前か。そうそうそう、危ないもんね、危ないもんね。すごい、いいじゃん、みんなでさバーベキューとか BBQ して BFF になろうよ。え、めっちゃいいじゃん。それこそさ、なんかさあれだね、かなたんたちがさあの軽井沢行ってたもんね。あー、あ、いいじゃん、いいじゃん。そうね、合宿的なの、ね、いいじゃん。合宿という名のアイドル合宿。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。泊まってね、ポケモンやってみんなで来る。ポケカとかしようよ。え、なになに？ポケカ、ポケカ。あ、ポケカしよう。あ、ポケカいいじゃん、ポケカいいじゃん。3人でトーナメントできるじゃん。3人で、1人シードで3人でやるトランプ寂しいんだよな。この前やったけど、もう総当たりとかね。そうだね、いいじゃん、いいじゃん。え、みんなさスピードできる？え、スピードできる。ネジめっちゃ強いよ。マジで？遊び対戦だったら最強だよ。いや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 、トランプリアルは無理だ、リアルは無理だ。なんでだよ、遊び対戦。リアルは無理だ。手が触れちゃったらえってなっちゃうもん、だって。あ、なるほどね。いい、なんか握りしめるよね、ネが。終わりじゃねえか、トランプ。スピード終わりだよ。スピードは終わるかもしれないけど、新しい形の訂正が生まれるかもしれないけど、見守るわ。いいね、合宿いいじゃん。いいじゃん。まあ、じゃあそれにしようよ、目標。合宿。そうだね、合宿。うん。最初は、待って。なになに？なになになに？いや、劇場版とか言ってたのに、最終的に合宿に落ち着くのも可愛いなと思って。いや、なんかさ、こういうのってアニメではさ、なんかその合宿しようってなって、でも場所がないよ、お金もないよ、どうしようって言ってさ、誰かが大体さ別荘持ってる、うん、流れなんだけどさ、誰か別荘持ってる、お持ちの方持ってる？持ってるわけねえだろ。持ってねえよ。誰か持ってないかな、別荘。誰か、じゃあまず別荘建てるとこを目標にする。いや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 、とっちらかりすぎだろそれは。いやでも別荘じゃなくてもなんかね、一軒家をねちょっとね借りたりとかしてさ、なんかあるよね、そういう借りれる民宿的な。そう、しかも、アティシー、あれやれな、あれやらなきゃ、アティシー。じゃあ、お前あれあれやらなきゃ。ちょっとこれまだね、みんなには言えないのよ。え、ごめん、言っちゃったよ今。言っちゃったの？いやでも大丈夫、あの、かき消されて聞こえてないと思う。え、何の話だっけ？え、違うのかな？え、何？え、あれじゃないの？あれだよね、 M から始まるやつだよね。 M? わかんない。え、ちょっと2人だけで会話繰り広げるのやめてくれよ、マジでくれ。まから始まるやつじゃないの？え、まから始まらないやつ。え、なんだよ、二世の絆。え、ちょっと待って、ちなみにねねちスバルはアクアがデビューして1年ぐらいだったかな、なんか泣きながら放送で、うん、ここが私の青春なのかもしれない、みんなと枕投げがしたいってなってるのを見てるから、枕投げしなきゃアクアね、それそれだよ。待って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 、あ、枕投げで、いいよいいよ、枕投げしようよ、3人で。寂しすぎる。3人で寂しすぎるよ。いや、懐かしいな。なんか落ち着いちゃったよ、落ち着いちゃった。落ち着いちゃった。え、でもあれじゃない？なんかさ、でもまあ3人でどっか泊まってちょっと修行しながら枕投げするみたいな、うん、なんかオフのさ歌枠とかさね、いいね、やろうやろう、できそういいじゃないですか、ということでね、はい、まあすごく盛り上がりましたね。
はい、盛り上がりました。よかった。ということでたくさんのねお便りありがとうございました。引き続きスバルたちのホロライブアイドルプロジェクトへのメッセージや楽曲の感想、番組へのツッコミなど何でもお待ちしております。お待ちしております。ではここで1曲聴いていただきましょう。ネギユで、あ、せーの、メイクアップツール。見てみてよね今すぐパン、ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドル堂ラジオ、私たちの歌を聴け。ここからはこちらのコーナー、ネギユバズり散らかしプロジェクト。はい、ということでこちらのコーナーの説明をしていただきたいので、この方に登場していただきましょう。 A ちゃんです、どうぞ。はい、こんにちは、ホロライブスタッフの友人 A です。今週もネギユの皆さんよろしくお願いします。A ちゃん、お願いします。すごい、最終的に合宿に行くっていうことで落ち着いたんですね、目標。いいですね、行きます。行きたい、行ってほしい。この家を A ちゃん、あ、A ちゃん別荘とか持ってますか？別荘、残念ながら持ってないですね。いや、 A ちゃん来てない。いや全然合宿感ないですけど大丈夫です誰かの家に集まりたいだけやんまあいろいろね、ぜひあの2022年、ちょっと話題も増やしていって活動も増やしていって盛り上げたいですね。よっしゃー。はい、まあ、先週も紹介させていただいたのですが、ネギユの新曲を作成したものの、なんとその曲30秒しかありません。なんだって、ということで、その曲を TikTok でみんなに使っていただいてバズらせていきたいというプロジェクトでございます。はい、先週 の、 あの放送終了後に多分 TikTok に投稿されているはずなんですよね。うん、改めてちょっとどんな曲だったか聞いてみましょう。曲はタナイトです、どうぞ。はい、という、確かに、あ、ちょっとよく聞いてみるとアクアさん確かに結構なんでしょう、大人っぽく歌ってる感じがしましたまだね、そういう洋の雰囲気にまだ染まっていない、乗り切れなかった、乗り切れなかった。そこもちょっと癖になるところでございますけれども、うん、あのなんと前回紹介したドヤッと V ピースですね、まあ、前回と前回出演していただいた時のドヤッと V ピースは、うん、あのスタッフさんがちょっとあの文化放送のスタッフさんドヤ顔を見せるためにいろんなチャレンジに頑張っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。偉い人、本当に社長が踊ってる動画だったりですとか、いや、めちゃめちゃ可愛かったね。可愛かったですね。あれシリーズで出してほしいぐらいですけどね、かわいい。はい、作家さんがアイスガリガリ君30秒で食べる動画だったり、あとペットボトル立たせるチャレンジも成功して、ありがとうございますという感じですね。うん、ありがとうございます。今回あのパナイトなので、ちょっと思わず半端ないと思えるようなパナイ動画を作っていただきたいということなんですが、何を無茶振りしましょうかね。パナイ動画はい、びっくりするような感じですよね。
パナイ、これやってくれたらパナイ、あでも確かに VTuber デビュー誰かしてくれたらパナイな確かに確かにパナイですね、それでバズったらパナイな文化放送さんの VTuber ってことですか。わーすごい、できたらすごいパナイですね、パナイな確かそれはパナイな、ちょっといいですね。 あと何かな、パナイやつ、パナイなかなかインパクトがいるの、ノリノリなパナイ感じがいいよね、曲に合わせて、ね、確かに、なんか勢いすごいやつがいいな。あーなるほど、別荘買っちゃいました、別荘パナイパナイパナイ、ね、合宿場にどうぞって最後にいいですね、紹介してほしいね、ちゃんといいな、もらうやつね、すごいな、文化放送ネギユーさん大好きそれはそれはすごい、パナイパナイな、なんかある二人とも、パナイか、いやコーラ一気飲み食べたりするの好きですね結構、パナイ YouTuber チックだね、コーラ一気飲みした後に歌枠とかね、あ歌パナイなあ、でもそういうお笑い芸人いたな、あそうなんだコーラにメントス入れてその泡全部飲み切ってほしいな持たないっていうバケモンやないか結構体張らせますね社長にやってもらいますかあやばいやばいやばいよ、やばいよ、パナイなパナイですね、パナイっていうかやばいよそれ、やばい確かにやばいかもしれないです、シンプルにやばいあとパナイパナイパナイか、コケか大人買いとかね、あーパナイパナイよね、お金使う系、ね、パナイな、パナイドッキリ系とかは、あーやってもらいたいですね、ドッキリブーブークッション、スバルたちがブーブークッション、スバルたちがしれっと文化放送で働いてるっていうドッキリパナイなっすね、まなくない、なんかしれっといるみたいな、しれっと受付とかにいる受付やばいな、時期がちょっともう違うかもしれないけどさ、はいはい、あの何百万円ってするさ福袋をさ買って開封してみてほしかったなパナイパナイよね、パナイよね、今残ってる福袋開封したら何が入ってるのか気になりますね、この時期まで残ってるものとか、確かにすごそう、確かにお金出してくれるなら全然やりますだそうです、お金出してくれるれホロライブ持ちになるってことで、ホロライブが出してくれるってやごーやごーやごお願いしたいです、あとなんだろうな、なんかお店開業する、あれはあのさ、あのアイスクリームめっちゃさ段数重ねてさ、あのぐるぐる巻きにするやつやってほしい、あどこまでいけるか、あれ世界一にチャレンジしてほしい、あギネスにチャレンジ、それはパナイですね、ギネスチャレンジいいな、パナイね、それパナイな、うん、あとはパナイことか、今のところでできそうなものあるんですか、確かに今出たものの中でパナイ、なんかさあのなんだっけ、あのピンポン卓球でさ、はいはい、なんかちっちゃい缶狙い撃ちとか、ああなるほど、あいい、ね、結構難しそうなやつですね、やりたいこと分かった、おあのニュースの、うんうん、はいはい、この天気予報の後ろにめちゃめちゃ映り込みに行く全局であのネギユーよろしくお願いしますうわうわパナイな、髪を、ね、出しに行きながら、髪を出しに、あいいないいないいなしれーっと映り込むっていう、それか文化放送の映像付きの番組のグリーンバックの部分に、あちょっとシルバーのやつが、あパナイな、パナイまで映り込むっていう、ね、映り込むパナイな、ちょっと宣伝させてもらおう、宣伝 TikTok よろしくお願いしますお願いします、ネギフよろしくお願いしますお願いします、そうですね、うん、確かに文化放送の番組に出ているこう例えば声優さんだったりどなたかと宣伝してくれたらすごい嬉しい、いやパナイな、パナイな、はい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 、あとあの社長さんがカツラをかぶってそれを新人社員の前で落とした時の反応みたいな、やばい社長さん遊ばれている、まあうちの、あそれはいけますか、あマジいけるの、そうこれどっち、それいいなどっちだろ、どっち、カツラ、カツラ社
長にやってもらえるそうですよ。うわ、社長おもちゃになりがち。本当に申し訳ない。うちの会社の文化ですみません。なんか何でもやってくれるそうです。やばい、言えるんじゃないですか。やっぱりその屋号と社長で一緒に踊って TikTok にあげましょう、はい、あ、そうです。いいじゃん、コラボレーション。社長フリーレします。フリーレします。お、フリーレしてくれるんですか。先生が、スバル先生振り付けやっぱね、いいな、すごいから。さすが。じゃあいつか社長ライブ覚えやすいから。社長ライブプロデュースバイネギユで。うわー、社長ライブしたい。いいな、ちょっと見たいですね。いろんな社長集めよう。いろんな。あ、いいね。日本が明るくなりそうですね。確かに寿司三昧の人とか出てほしい。顔が利く社長、いろいろな。すごいプロジェクトになってきました。アパホテルの社長さん。アパ社長、いいね。踊ってくれ。踊ってください。やってくださる社長さんいらっしゃいましたら、メールください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。アイディアはね、いろいろ出ましたので、この中からできるものをやっていただくそうなので、ちょっと楽しみにしましょう。いや、このコーナー楽しいですね。むちゃ言うだけだから。私たち何もしないからね。アイディア出しを、ね、できるのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで、以上ネギユバズり散らかしプロジェクトでした。ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドル堂ラジオ、私たちの歌を聴け。ホロライブアイドル堂ラジオ、私たちの歌を聴け。そろそろエンディングの時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たちへのメッセージ、各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールの宛先はすべて小文字で hip@joqr.net、 hip@joqr.net です。またこの番組は番組のアーカイブを文化放送 V&R チャンネルに後日アップしていきますので、そちらもぜひチェックしてください。そして番組公式ツイッターもあります。募集しているコーナーの説明もありますので、ぜひフォローをお願いします。はい、ということで本日の放送いかがでしたか。言うだけただという回でしたね。いや本当にね、やりたいこと全部言った感じした。全部言ったね、前向きで。叶うといいな。どこまで叶うかな。いや、えちゃん叶えてほしいって上の人に言っといてほしいな。ちょっと待ってて、ちょっと顔色を伺いながら、ちょっとできる範囲でできれば全部お願いしますって感じで。でもノリがねいいスタッフさんなので、ぜひぜひちょっと楽しみにしましょう、うん、そして、ね、皆さんの目標もね叶うといいですね。合宿ね、それもちょっとご了承しておいてもらえる。ご了承。場所の確保が。そうなんだよね。ヤゴー家とかね、いいですか。あ、ヤゴー家行ってみたい。行ってみたい。オタクルームツアーさせてもらおう。うん、ルームツアーと言える。おいしそう。もっと見てみたいですがね。ヤゴーのなんか使い勝手がいい感じになっちゃった社長さん。使い勝手いいし、プライベートないしな、ヤゴなんか。どんどんなくなっていく。はい、まあちょっと今年も盛り上げていきましょうということで、きっと協力してくれると思います。はい、はいはい、それでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手はホロライブアイドルプロジェクト、みなとあくあと、オーダルスバルト、モモスズネネと、そしてホロライブスタッフの友人 A でした。次回も私たちの歌を聴け。